本日は、フリーライブ、あとね、石丸先生、退職今井先生退職と地元ね、お三方に帰れるということで、さよならライブ、お声掛けしましたところね、大変多くの方に集まってもらってね、今井さんをね、やっぱりこうメインだからっていうことで、まあ取りに過ぎるとね、もう飲めないということで、5番目に。家でおります、ということで皆さん盛り上げてもらって、こんなに多くの方が集まってもらってね、もういかに今井さんが大阪にいるのが喜んでるかというのがね、非常に分かりまして、あとまあ空手の方がいかに議員人情に熱いということで、こんだけ集まるならね、毎週火曜日やろうかなと思って、ね、平日は暇でね、そのためには役立つかなと思って、と思っております。ということでね、長丁場になると思うんでね、途中で帰られる方もいらっしゃると思います。こういう大事な時期にね、順番で最後になった人が指名をするのはかわいそうなので、締めの歌は僕が歌います。ね、ということで、1曲目を僕が歌って、今回はね、前段1曲、今井さんに送るね、人生の歌をね、2曲でも、まずは今日は1曲。お疲れ様でございました。いろいろ語りたいこともありますけど、人生を語るっていうことで夢を置かれ越えてゆけ
生を語らず。ということで、またね、長い長い人生をね、祝いたいと思います。ではね、とりあえず全部で、これで、今日は17組ありますんでね、今日は2曲、創作者、創作者と、今井さんへのね、一言ぐらいで、個人の素晴らしい話はしなくて、ということでね、もう巻いて巻いてお願いします。ね、お疲れ様でした。